新参者ばっかりな模様。バソツ1990あたりからネット使って畳おらんのか。そいつら50代だろ。だから50代に聞いてるんだよ。そんな奴おれへんやほ。怪しいワールドが登場する前の草の根 BBS 時代からネットやってたみんはおらんか。さすがにフラッシュアニメとかなら語れるけど、もっと昔か。 Y 世代ちゃうやん。その年代でもええからバンバン語ってや。オンジェイに50代はいないぞ。ナンジェイに習いそう。今のナンジェイはオンジェイ並みに低年齢化してる。一気は知ってる。 Y はあんまり知らないで。夏美ステップが発表された年に生まれたんや。2ちゃんできる前からタレゾーとかやってた人はまあまあおる感じか。ドナルドマットでキャッチャーオフしてた時が懐かしいコン。Y が保育園年長の時から流行ってたな。小学校ランランルー禁止令出てて草。やっぱみんな学校でランランルー禁止されてたんやね。先生たちがランランルーの意味の解釈間違いまくってて草やった思いであるわ。ニコニコ全盛期すら知らんわ。全盛期っていつや。印象だと2013あたりから衰退し始めて2018あたりから本格的に終わったイメージやが。全盛期は2009年あたりかな。ちな Y が初めてネット触ったのは2009年や。YouTube でボカロ聞いてたんを。2000年ぴったりぐらいからやってればええか。初めて2ちゃんに来た時ナナシがナナシさんアット1周年やったわ。2年目からおったんか。すごいな。おっさんこれ面白かったよな。若者へその時僕生まれてないですね。これでおっさんは丸ぬらしい。Y はおっさんの昔話好きやからどんどん聞かしてや。子供の頃面白フラッシュを見て回ってたらトラップに引っかかって海外の謎サイトが無限に増えてパニックになってた。2009年だと黎明期っていうか成長期くらいのイメージ。テレ放題で繋げてた。同年代の予感。チャットサイト全盛期。インターネットの更年期はいつや。ちな初めて聞いたボカロはトルコ行進曲のやつ。インターネットが本格的に始まったのが2000年ぐらいからやろ。それまではマイナーだったらしいやん。キリバンフムとか個人ホームページが優勢してた時の文化やっけ。よくわからんけど祝福されるんよな。キリバン踏んで報告せずに逃げたら逆に袋叩きに遭うんやっけ。意味不明で草。 Y がネットに沼ったのは ADSL になってからやな。なんかブログ広まっていく時昔は良かったってすでに思ってた。ブログ掲載嫌いだったわ。 Y 初めてのインターネット体験。セガサターン。ドリキャスもネットできたんだよな。そういえば Y はドリキャスやったわ。ドリキャスで接続してきたユーザーに掲示板とかチャットの子さんがいろいろアドバイスしてもらって初 PC を買うって流れが当時あったね。Y の生まれた年にウィニー事件があってその1年後に電車男が登場したんや。Y はネット新参や。ISDN と ADSL のマウントの取り合いがあったことも今の世代は知らんのやろな。そもそもそれが何なのかもわからない。ネット回線よ。後発の ADSL の方が通信早くてな。今じゃ考えられんが一つのページ開くのに数十秒とか当たり前の時代。クリスマスとか年末とかのフラッシュ紅白大会みたいなのめっちゃ楽しみにしてたわ。面白フラッシュ倉庫は黎明期から10年くらいか。Y は2チャンネルができるまで黎明期やと思ってる。Y の感覚では2ちゃんの登場までが黎明期、2007あたりまでが初期や。でも電話料金以上に高くて親からやるなと制限されてたわ。草の根 BBS 民はさすがにおらんわな。その頃なんてネットなんてろくに普及してなかったわけだし選ばれし者や。Y のトップもあれやフロッピーどころかパンチカード読ませてた時代のコンピュータ使ってたジジイオルで。ちなアマゾンなんかは00年代前半にはもうメジャーだった。なりきりチャットみたいのもあったんだっけ。あと画像投稿が専門のサイトとかも流行ってたらしいやん。古き良きネット世界。ウェルカムトゥアンダーワールド。シャレコ忘れ好きやった。夜中まで夢中で読んだ。パッパが言うには1980年代頃のネットは URL も全部手打ち出し画像1枚表示するにも数分かかったみたいや。その頃ネット繋いでたって相当の情報強者やな。パッパ自身は持ってなくて友達に見せてもらったり借りたりしたらしい。我が家に初めて PC が来たのは多分1995あたりや。パッパが開発系で初期から持ってたけど、まずパソコン立ち上げるのに5分くらいかけてたわ。小学校にあったやけに古びた PC も起動に1分はかかってたな。そういえばパソコンの起動くっそ遅かったな。SCP とか流行ったのもあの時代か。それはだいぶ後やろ。ちな書籍化した電車男の本にはイノレス載ってる。やるやん。Y は1994年くらいからやね。プロバイダがまだ街に来てなかったから学校の専用回線で遊んでた。東京都1メガ BPS で接続されとるって先生方は誇ってたけど今から考えると雑魚みたいな太さやね。ガラケー普及したあたりでネットが手軽にできるようになった印象ある。あれネット契約じゃなくてかけ放題で無限にやれたからな。オンジェイの平均は85歳や。インターネット老人会なんよ。処理速度や容量の問題があったからジフが浸透したんやな。小学校に新しくパソコン室ができて、なんか世の中変わり始めてるなって思ったわ。昔の海外のサイトは今で言えばダークウェブみたいなもので道で怖いものって認識やったわ。ネットスケープとかどこ行ったん。ネスケの慣れの果てが今のファイアフォックス。バザールでござる。NEC 全盛期か。フラッシュは後から知った中学生ぐらいに。
昔の動画で有名なのも自分から掘りに行かない限り見る機会ないしな。オペラが有能ブラウザだったことをどれだけの人間が覚えているのか。ナッツ、あったなそんなブラウザ。ニコニコっていつから台頭してたんやっけ。2007年スタートだからネット黎明期ではないな。2000年放送開始のアニメ、ラブヒナ、遊戯王 DM、桜大戦、はじめの一歩、犬夜叉、トットコハム太郎。一歩ってそんな古いんか。モスカウヤマイヤシってフラッシュ末期だよね。末期やな。初はゴノレゴとか中華キャノンとか。恋のマイヤシって Y の生まれた年か。画像1枚開くのに1時間かかってたな。それどのぐらいの年代や。Windows 95のダイヤルアップ接続の頃やな。90年代でもそんなもんなんやな。その後からあっという間にブロードバンド化が進んだな。おっさんオンジェイミンホイホイ。おっさんが35人も集まってきている。やば。みんなで解雇するから尊いんだ。絆が深まるんだ。あの頃思うと、今ってかなり未来的だよな。昔はパソコンでインターネットをする自体がサービスとして成立してたんや。だから図書館とかデカめの公民館とか行くと1時間パソコン借りてネットできるとかあった。小学生やったな。恐怖の館とか見てた。一般の個人が自分のホームページ作るの流行ってたな。あの頃のネットって本当に集合地って感じで、ネットそのものが辞書やったよな。今はもう調べてみましただのフェイクニュースだの真実にたどり着かんわほんま。わかる。ゲームの攻略とか個人サイトに頼ってたわ。パワプロやパワポケの育成法も個人サイトをぐるぐる。僕ネットつないだろ。ピポパパポパピーガーピーウィンウィン。優先ファックスやとまだそれ聞けるで。懐かしんでるけど画像が少しずつ表示される時代に戻りたいか。 Windows 95で会社が一気にパソコン導入した。個人も95から割と買い出した。2000年くらいまでは重量制で高かったしテレホ時間帯とかに使ってた。2000年くらいにヤフーが一定料金でつなぎ放題とか宣伝してモデム配布してた気がする。それまで会社の机の上には電話しかなかったんか。個人の机は電話だけやけど個人のワープロは使ってた。会社のでかい業務用ワープロは共用。やってきたパソコンもでかいから共用。社内LANのコンピューターは共有であった。お前何歳やねんわら。パソコン通信の時代はミント良かったのにな。共用が必要だった時代や。業者が一から設置みたいなのはなかったからそらね。フロッピーディスクに保存してたな。それで足りるくらいの文章データくらいしかなかった。ゲームもフロッピーで巻いてたな。せやせや。その後に CD-ROM になった。インターネットは現実で虐げられてる陰キャの楽園やった。最近のインターネットは東海オンエアとかコムドットみたいな陽キャの所有物になった。終わりだよ。国書記は現実で虐げられてる陰キャの楽園ではなかったような。有名人が普通にコテハンつけて書き込みしてたし。確かに昔のネット事件とか調べたら芸能人がコテハンつけて出現とか普通にあったな。今じゃ考えられんわ。黎明期のインターネットは陰キャって言っても行動力あるやつ多かったよ。オフ会してもリアルの生活と両立できてる人ばっかりやったし。昔はオタクするにも行動力必要だったからな。今みたいにネットで買うなんてないし、アニメートも全国的じゃなかった。昔は掲示板のレスつくのが2日後とか普通にあったで。今の過疎版でも半日でレスつくのにな。よく待てるな。牧歌的やったんやで。相手と繋がるだけですごい時代やった。そういう時代にネットやりかたかったわ。黎明期って1995くらい？2000年以前ぐらいからかな。伝説の92は初期かと思ったら2007年か。めっちゃ最近やん。ちな Y が初めて触ったサイトは YouTube や。 Y はヤフー。今のネットもそれなりに楽しいし、あの頃はあの頃で楽しかったわ。あと神々崇めてれば何でもやってくれたよな。今は何作るにも金や。懐かしい気持ちになってお気に入りに入れてる二次創作の個人サイト見て回ってるけど、全部更新が止まった廃墟で悲しいんを。サイト残ってるだけ恵まれてる定期。面白フラッシュ倉庫とか懐かしいな。昔見てたサイトの管理人、Twitter で何人か見つけたわ。なんか嬉しかった。コイルショックが2008年。やばい、めっちゃ最近やん。と思うやん。もう16年も前なんや。なんや最近やながはは。ネチケットとかいう言葉。今それレスしようとしたのに、令和にこそ必要な言葉よな。ネットがたしなむ程度だったものから義務みたいなもんになって民度も変わったんやろ。30代多すぎだろ。2000年前後にネットやってたんやから多分40代やぞ。わい2000年当時幼稚園生、ローマ字を覚える。キーボード打てるようになったの小6の頃や。野間猫。これにどんなイメージ持ってるかで古参か新参かわかるよな。昔の面白いフラッシュという印象しかないわね。あとキウイの CM。西暦何年から使ってるやつが YouTube の古参を名乗ってええんや。2000年には普及率結構高かったみたいやし、それ以前からやな。初動画が2005年なんですが、それは黎明期にネット使ってたらさすがにおじすぎやろ。当時のパソコンとか高級品すぎない？当時大学生やったのに、あっという間にこんな年になっちゃったな。泣けるにチャンネルとかシャレコアで盛り上がれてたのが懐かしいわ。あの頃は変な団結力みたいなのあったわ。今は空気に乗ることがダサいみたいな逆に張った風潮が強すぎるんよね。ダイヤルアップから ADSL に変わった時は革命だと思った。キッズグーでめっちゃ遊んだわ。ADSL を早々と入れた同級生はヒーロー扱いあった。
金2000になった時に入った。ほんま親が IT 関係でよかったわ。やるオスレとかいう天下取り損ねた激おもろコンテンツ。やる読みしに花火が上がるようですってやるオスレおすすめやで。何回いくつか書籍化されてなかったっけ？その作品は初めて聞いたわ。やるオがジュエマを始めるようです。好き、特にパート12。やるオスレか。水銀島やコナタがよく出てたな。ノマネコは Y にとっては自分の生まれた年に出回った動画やからな。もう歴史の一部や。キッズさ。2003年生まれは今年で21歳になるんやで小声。キッズやん。ネット、デジタルに対するイメージの変遷面白いよな。2000年代前半まではマトリックスやデジモン、ロックマンウェブゼみたいに別の世界があるというイメージやった。それがネット掲示板や SNS の発達で一旦滅んで、今またオープンワールドのゲームや VTuber、メタバースとかで再興してる。中学生くらいの頃にやらないおキッチンのまとめすれ見たのが掲示板の始まりやった。こんなおもろいものを素人が書いたのかと感動したわ。昔長文投稿とかレスするやつはハガキ職人みたいな気概あったな。というかオフではそういう人たちなのかも。今はどこに行ったんや。見送られることもなく。バナーとかいう言葉もほぼ聞かなくなったな。相互バナー文化なくなったな。葬式ボンヌ。ADSL も NTT 基地局に近いほど速度出る仕組みやった気がする。実家が50メートルも離れてなくて速度がスペック通り出てた。なお、新山 Y は奴の意味すらわからない模様。2002年生まれやがあと10年早く生まれたかったわ。2000年代のネットを味わってみたい。動画サイトの画質がビガビ。動画のクオリティはゴミ、金がかかってないので投稿頻度不定期。はい。あの初音ミクさんですら今年で17周年、実年齢換算で33歳やぞ。ちびるは。みそじでくさ。2007年生まれやっけミク。2007年8月31日発売やったはず。2000年問題とかいう茶番。2000年問題の映画あったな。新年になる前にエンジニアがそこら中回ってパソコン直すやつ。実際まずいと思って世界中でサーバーとかいろいろアップデートした。1999年ってノストラダムスでネットも大騒ぎしてたんかな。ノストラダムスはリアルタイムで一部の漫画やテレビ特番で話題になったくらいで、ネット上ではすれは立つけどそこまで盛り上がってはいなかったかな。99年夏はみんなプレステージやってた。ワンピースはアニメ化発表されつつちょうどグランドラインに入るあたり。サターンやってたけど。インターネット黎明期って今何歳だよ。ダイヤルアップとかいう耳に残る接続。母ちゃんが電話すると回線切れる模様。2ちゃんネラーが募金で学校作った話とか、海岸掃除したとか吉野家でオフ会したとかもうほとんど神話みたいなもんよな。勝手に当時は牧歌的だったとか美化されがちやけど別にそんなことないよな。変なルールの縛りが今以上に厳しかっただけでヤフコメ的なきっしょい祈りはあった。個人のホームページとか専門的なサイトやと厳しいルールあったわね。そんで弾かれたやつが2ちゃんで悪口を言う流れ。東方が21年前やぞ。日暮らしもそのあたりや。ナノハさんも40歳くらいか？やべえな。当時20歳で若者だった人たちはもう40代や。早いもんや。ダイヤル回線の時テキストサイト見ながら寝落ちして6万請求来たのはいい思い出。なお次の月も寝落ちして6万だった模様。言うてでもアイラがフラッシュの感想言い合うの楽しかったよなってのと、同じ熱量で今の子らは TikTok 楽しかったよなって思うんやろなって、時代は変わるんや。悲しいな。今来たさんよ。今は今、昔は昔でいいんやないか？昔のことは良き記憶で止めておこうぜ。今は短くて面白いものが正義やからな TikTok みたいなスタイルは流行るのも当然。ワイラ2000年代前半生まれがインターネットの開港するときに出てくるのはドナルドとムスカとウマウマという事実。その世代がネット老人だと思ってそう。ネット中年、な。思ってないぞ全然。そもそもここに挙げたやつ全部ネットやなくてうごめも経由で小学生の間で広がってたやつやし。TikTok とかショート動画とか短すぎて、廃れて2ヶ月も経てばなんだこれになるからね。コンテンツには一定量の長さが欲しいわな。コンテンツの消費スピードが速すぎるのがダメやね。IT に詳しい人みたいなのはほんまに衝撃的なレベルで減ったよな。別に当時の人たちが賢かったとは言わんけど、もしそうなら今の日本はなんなんやって話やし。そや掲示板より X 行くやろ。やっぱ承認欲求が人にはあるからな。なしでやるよりアカウントでやる方が気持ちいい。Twitter の方が承認欲求満たしやすいから移動するのもわかる。Twitter はキッズがキャッキャしてるのが目に見えるくらい反響すごいからな。ネチケットを守れよ。ほんまいい言葉だと思うわ。ネットが身近になりすぎた弊害があるね。昔の人はドラえもんのフラッシュ動画でギャハハしてたんやろ。古き良き時代や。個人ブログスコやった。ブログ世代か。個人ブログといえば10年ぐらい前によく見てたドラえもんの単行本の考察サイトみたいなの。今調べたらもうなくなっててなんか寂しい気持ちや。正直このスレ見てても思うことやけど少子高齢化ほんまひどいな。こういう掲示板みたいなのっていつの時代も30代くらいがボリュームゾーンになるべきやろ。90年代の頃なんて知らん奴らが大半でええやろ。掲示板から SNS に移行しとるだけやろ。匿名掲示板なんか過去の異物や。コンテンツは年を取るやろ。テレビも昔は若者が見るものやった。最近の匿名掲示板には祭りがないよな。なぜ？キッズが祭りにしようとした挙句結局祭りにならんのが大半。全敗。例外。そんなん言ったら終わりやろ。それもそうやな。
音声でも祭り開こうや。芋2回やるぞ。全売とかは立派な祭りやろ。多分10年後の解雇すれでも全売はヤバかったとか語られそう。それはそう。10年後も音声が存在していれば伝説として語り継がれるやろな。めっちゃ昔のサイトが今でも残ってるの見るとちょっと感動する。2000年代の文化はだいぶ切り取られて称賛されてるように感じる。別に当時も今も体感変わらん。ネタ言っても拾ってもらえないんだ。祭りになるための条件は行動力ある奴がいることやからな。今のネットにそんな奴おらんよ。特定される恐怖の方が勝つ。若者は過去の祭りをそのまんま真似しちゃいかんよ。自分たちの文化作らないとね。これよな。時代が変わったんやなって。あの頃はまだ札幌ラーメン味噌味が50円だった。ニコニコ、令和になっても多数のネットミームを排出。2チャンネル、完全丸棒。なぜなのか。ごちゃんやツイッターへの流出やろ。ニコニコももう求心力なくなってきてるやろ。2018あたりから独自のブームなくなって YouTube からの逆輸入ばっかやし。ニコニコ、今度エコノミー撤退するようなんで期待。そもそもエコノミーの時間は延長しまくり、画質落としまくり、ログイン必須で、そや新規発売でいいわな。ってなる。もう遅いにゃいろいろと。YouTube が強すぎる。ニコニコはガチで終わってる。ニコニコで流行ってもそれ以外のところに出ていかなくなってきてるし。ニコニコの代わりを X が務めるようになったよな。ミツデスも完璧で究極のゲッターも X が発祥やし。流行自体が多少頼りやし、ネタもあれなのばっかやし、大衆向けでは完全になくなって一周回ってアングラになった。ニコニコはガチの衰退を感じて寂しい。もうどのジャンルも伸びなくなって人口の少なさが見えてしまってるし。まあどんな文化も黎明期が一番良かったっつうもんやし。しゃあないやろな。ここはひどいインターネットですね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。